はい、こんにちは、中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは、インベンター 3D CAD の操作方法や機械設計についてお話ししています。今日はね、このようなエギゾーストマニホールドという車の部品をね、描いていきたいと思います、えー。これは車のエンジンの排気管のところについてる部品なんですけども、このようにね、自分の興味のある部品をね、題材にして描いていくのもいい練習になると思いますのでね。 これは写真を見ながら書いていくので、皆さんもね、自分の興味のある写真を見ながら書いていくと、インベンターの操作もね、楽しく覚えられると思いますので、ご参考にしてみてください。え今日はね、ナレーションなし、音声なしで淡々と書いていく動画ですので、操作方法を見ていただいて、参考にしていただけたらと思います。はい、それでは始めていきます。